村上孝治は、日本の陸上競技選手。専門はやり投げ。アテネオリンピック、北京オリンピック日本代表。2009年ベルリン世界陸上競技選手権、大会同メダリスト。愛媛県の離島である、落ち群生、名村出身。日本大学卒業、鈴木浜松アスリートクラブ所属。日本大学文理学部体育学科助教。身長186センチメートル。 体重1 0 0ラム血液型 AB 型。中学時代は、軟式野球部に所属。ノーヒットノーランを3回達成したことがあり、競合校から勧誘が殺到するほどの高投手だったが、中学校の体育の授業でハンドボールをやっていた、時に陸上部の顧問の目に留まり、日本一になりたくないかと言われ、やり投げへの転向を決意したという。勝つのも負けるのも、 自分次第というところにも魅力を感じましたと語っている。全国的な投て競技の競合校として知られる今治明徳高等学校に進学し陸上競技部に入部した。1年時の県大会には110メートルハードルに出場。2年時の1996年にはインターハイやり投げで優勝。3年時の1997年インターハイではやり投げと 円盤投げの2冠を達成した。同年秋には、愛媛県東予地区選手権やり投げにおいて76メートル54のジュニア日本記録を受立。1998年に日本大学に進学。同年、フランスのアヌシーで開催された第7回、世界ジュニア選手権男子やり投げで銅メダルを獲得した。これは、日本投的史上、世界大会発のメダルであった。 三年時の二千年に第84回日本陸上競技選手権大会あり投げで初優勝。四年時の二千一年には第21回ユニバーシアードで7位入賞。日本インカレでは80メートル59の日本学生新記録を受立。日本人三人目の80メートルスローワーとなった。二千二年、鈴木に入社。 同年の不産で開催された第14回アジア大会に左肩骨の疲労骨折の重傷を押して出場し銀メダルを獲得したアジア大会後に左肩骨の手術に踏み切った単女装での投擲技術の向上と足の回復もあって2004年シーズンには自己記録を 81m71 にまで伸ばしアテネオリンピックに初出場するも 78m59 で、予選敗退。2006年には、自身二度目となる、第15回アジア大会の銀メダルを獲得するも、2005年、ヘルシンキ世界選手権では68立方メートル1、2007年大阪世界選手権では77メートル63、2008年北京オリンピックでは78メートル21と、世界大会では4大会連続で予選落ちとなり、 世界大会決勝進出の目標は果たせないでいた。2009年8月21日、ドイツベルリンで開催された第12回世界選手権の男子やり投げ予選で8 3ト1 0を投げて決勝進出を果たし、8月23日の決勝では2投目で8 2ル9 7を投げて3位になり、銅メダルを獲得した。オリンピックと世界選手権を通じて、 男子やり投げ種目の日本人選手初のメダリストとなった。また、世界陸上大会のフィールド競技における日本人のメダル獲得者は2001年大会で銀、2003年大会で銅の男子ハンマー投げ、室伏博次以来二人目である。その後、2009年内に開催されたスーパー陸上2009では2位、第18回アジア選手権では優勝。12月には、 日本陸上競技連盟の年間 MVP に選出された。2010年第16回アジア大会では決勝の2投目で自己ベストの 83m15 を出してアジア大会3度目の出場で初めて金メダルを獲得した。2011年5月、成功ゴールデングランプリ川崎で国内開催大会での自己ベスト記録となる 82m90 で優勝。 同年7月10日、神戸総合運動公園ユニバー記念競技場で開催された第19回アジア選手権で自己ベスト記録となる83平方メートル7の投擲で2連覇を達成。8月14日にも愛媛県総合運動公園陸上競技場で開催された国体予選で自己ベスト記録を83メートル53に伸ばし、9月1日、韓国、テグでの 第13回世界選手権に挑んだが、1投目の 80m19 を出した後、2投目以降に記録を伸ばせずに予選落ちした。2012年6月9日、第96回日本選手権で2投目に、自らの大会記録を更新する 82m93、3投目に大会記録と自己ベストを更新する 83m95 をマークした。 リーン元気が4投目に 84m03 を記録したため、逆転されて2位となった。日本選手権の連覇は12で途切れたが、3大会連続となるロンドンオリンピック日本代表及び日本選手団首相に選出された。迎えたロンドンオリンピックでは予選で 77m80 に終わり、予選敗退となった。2013年4月、 日本大学分離学部体育学科助教に就任した。同月29日の小田記念国際において、自己記録を2メートル以上更新する85メートル96を投げて2大会ぶり13回目の優勝。日本陸連の設定した第14回世界選手権、派遣設定記録を突破した。6月8日に行われた第97回日本選手権において81メートル0四。 お投げ、2年ぶり13度目の優勝を果たすと同時に、8月にモスクワで行われる第14回世界選手権の代表に内定した。2014年6月8日の第98回日本選手権は 73m91 を投げて6位。10月2日の新川アジア大会では1投目にシーズンベストとなる 81m66 をマークして4位となった。 2015年6月28日の第99回日本選手権は 77m84 を投げて新井良平に次ぐ2位となった。7月2大会ぶりに出場したアジア選手権では3位となった。世界選手権出場は逃した。2016年6月25日第100回日本選手権は最終6投目に 78m10 を投げて2位に入った。 2021年9月26日、第105回日本選手権にて引退以下はすべてやり投げでの成績。日本大学時代に急速時速1 5 2トルを計測したことがある。2009年7月17日にプロ野球の横浜ベイスターズが行ったスピードガンコンテストでは、 時速 142km2015 年5月28日に横浜スタジアムで行われた DNA オリックス戦の始球式では時速 144km を記録1週間前に同スタジアムのブルペンで行われた投球練習ではマックス時速 147km を記録日本陸上競技連盟の投的部長である小山雄三によると2002年に フィンランドで受けた運動能力テストで将来的に85メートルを投げることが可能という結果が出たという。小山は村上について地型が強い。野球の遠投をやらせれば140メートルは投げるし下半身も強い。走らせたりばウンディングをやらせたらわかります。と評している。憧れの選手に男子ハンマー投げの室伏広治を挙げており、 広ロさんが辞めない限りは辞められないと語っている。母親も今治名徳校出身でソフトボール部のエースだった。岡本彩子の3年後輩で岡本の指導を受けたこともあり全国4強に進んでいる。1993年10月26日、中学校の修学旅行で京都の東栄渦正江川村を訪れた時にクラスメートたちと共に 俳優の新田純一と撮った記念写真が雑誌月刊陸上競技2009年11月号で紹介されている。2015年12月8日放送の目指せ。2020年のオリンピアンに出演、女子やり投げ選手の北口橋場美花を指導した。2007年に元七種競技の選手と結婚したが、2017年12月に離婚が成立。ありがとうございます。